氷床は地球型惑星など地表面がある天体の地表部を覆う総面積5万平方キロメートル以上の氷海の集合体である。氷床は氷方や氷河より大きな規模のものを指す。対して5万平方キロメートル以下の氷海は氷棒と呼ばれ周囲の氷河を寛容している。なお太陽系内の地球型惑星で氷床が存在するのは 地球と火星のみである。太陽系外の地球型惑星ではまだ確認されていないが存在しないということは考えられない。以下、本校では地球の表彰と火星の表彰に分けて解説する。南極表彰南極表彰は南極大陸中央部を覆うザブルーマーブル撮影時に撮られた南極大陸の衛星画像。 南極大陸の地図大陸中央部を覆う一続きの白い部分が南極表床であるが南極表床は広大な東南極表床と南極横断山脈で区切られて南極半島まで伸長する西南極表床とで構成されている南極大陸にあるプリズ湾内のメーザーアイランドにて断面を見せる氷床グリーンランド氷床グリーンランドの図節白い 部分のすべてが氷床である。氷床とは、降り積もった雪が徐々に固められ、厚密されていくものが、さらなる降雪によって、層を重ねて成長し、形成されていく氷海の一種である。そのため、深部では形成当時の大気や様々な環境成分が内部に閉じ込められており、これを採取した氷床コアは、過去の記録として、 学術的価値の高い研究対象となっている。なお、日本の場合、氷床コアの本格的採取は南極氷床上にあって氷の厚さ約3000メートルになる場所に設営されたドーム富士基地で行われている。現世の地球における大陸配置は長い地質時代の中にあって寒冷化しやすい状況にあり、従って、 氷床もまた形成されやすい環境になっているということができる。まず第一に、パンゲア大陸のような超大陸の形成時代とは違い、陸海が分断されている現世にあっては、暖流が極域まで到達しやすい大陸配置にはなっていない。また、気温差の影響を水域より強く受ける陸部が多く分布する北半球は、それらが高緯度地域に多く集まっているために氷河が、 形成されやすく、ひとたび形成された氷河は氷が持つ特性ゆえに太陽光を反射して気温を低下させ、さらなる氷河の形成を促す。一方、南半球は海域が大部分を占めていて温度変化が小さいとはいえ南極大陸が南極地域を占有している上にその周囲を冷たい南極寒流がめぐって暖流の流入を遮断しているため、 極域に限っては氷が氷を生むと同時に暖気を寄せ付けない特殊な環境となっている。現存する地球上の表床は南極大陸にある南極氷床とグリーンランドにあるグリーンランド表床のみであるが最終表記の再寒冷期においては上記のものに加えて北アメリカにローレンタイド表床がヨーロッパ北部にスカンジナビア表床が南アメリカは チリのパタゴニアにパタゴニア氷床が発達していた。氷床は表面は寒冷であるが、その底部は暖かく誘拐し、融解水が氷床の流動を促している。この過程は氷床内部に早い流れの水路を作っている。現在の局域の氷床は地質学的に見れば比較的新しい。南極氷床は新世代、 赤月新生前期に初めて形成された以来、おそらく数回にわたって、形成と消滅、前進と後退を繰り返したであろう氷棒に起源すると考えられている。そのような状況は、以後も長らく続いたが、中心与諸島にあたる約二千三百万年前になると、南極大陸と南アメリカ大陸を過労じて繋いでいた地況がついに切れて、奴隷海峡が開かれ、 南極大陸が完全に他と切り離された孤立大陸になった結果、急激な気候変動が始まった。周囲で南極寒流が生じて暖流が届かず急速に寒冷化する時代の到来によって氷棒は氷床へと成長してゆき、同与の中期にあたる約1500万年前には大陸のほとんどが氷床で埋め尽くされた。一方、グリーンランドの場合、 新生代前期を通して表彰はほとんどなかったが、先進予行期以降、グリーンランド表彰が急激に形成されて、新生代の北半球で最初の大陸表彰となった。グリーンランドには表彰が発達する前に生息していた植物の化石が非常に良好な保存状態で発見されている。グリーンランド表彰陸海が誕生して、以来の地球の長い歴史を見渡せば、 すべての陸部が表彰化したと仮説されるスノーボールアース時代は言うまでもなく、その他にも決して少なくない数の表彰が存在したであろうが、それらのほとんどはよく知られていない。あるいは存在を確かめられていない。ここでは新生代後期表河時代の到来以降に形成された表彰のうち、今は消滅してしまっているものについて解説する。 火星表床火星北極圏にある火星極寒部各刻まれた谷が島模様をなす中央部の表床と周辺部に散在する氷棒からなる。バイキング1号によって1998年6月に撮影された画像。火星上の表象及び極寒も地球上のそれと同じく降雪などによって大気中から水分が徐々に地表部に蓄積され、 厚密され続けることによって成長し、形成されたものと考えられている。また、北極間の表面250メートルほどの氷の清掃構造が、過去およそ500万年にわたる気候変動を微細に記録していることが分かってきた。火星の氷床は、火星氷床とも呼ばれ、過去およそ500万年の間には高緯度地域以外に、 新調している時期があったとはいえ、現存するものはすべて極寒に含まれるため、火星極寒と半ば同義のようにも扱われる。火星にある氷の主成分が氷とドライアイスのいずれであるかをめぐって過去に長く論争されてきており、表彰とは呼んでも正し書きを要するものであったが、20世紀末前後に、 行われたマーズサーベイヤー計画による探査の結果、二酸化炭素はごくわずかに表層部10メートル程度を覆うのみであって、ほとんどは水で形成されていることが判明している。火星は平均的な軌道離心率が0.1前後と大きい、ため、日射量の触れ幅もまた大きく、俯瞰で見たとき模様に見える、表彰に深く刻まれた谷はこれによって形成されたと見られている。 この谷をさらに拡大してみると、細かな断層を形成していて、それらは過去500万年の日射量、気通り心率、自転軸傾斜角の変化によく対応していることも分かってきている。日射量が多くなると、水分の蒸発が進み、結果として氷中でのゴミの蓄積が増大することが考えられるし、日射量の増大によって、火星全体で砂嵐の発生頻度が上がり、 その結果として他地域から運ばれてくるゴミの蓄積も推定される。ありがとうございます。